久保さん。いやー、やめられないっすね、タバコ。タバコと酒、やめられないな。<laughs> 気が弱いっすね。ま、あのー、ね、正当化、いろいろとしてますけど、まあ、結論言うと、やめない理由を言ってるだけなんですけど。<laughs> ね、いや、タバコはね、やめられないですね。っていう正当化ですね。 まああの、まあ自分が悪いんで、<laughs> まあただやるべきことはやります。タバコがやめられなくても、タバコがやめられなくても、宝石がやめられなくてもやります。<laughs> そう。なんか、なんだろうな、あの、あれだと思うんですよね。なんかあの、何も、 何も、なんか、な、なんだろうな。まあ、それをやるんだったら、これやろうぜ、みたいな。それもやって、それもやるの、みたいな。うん、なんか、あの、バランスだと思うんですよね。なんか、あの、例えば、その、お酒飲んでるけど、めちゃめちゃ仕事してる。例えば、まあ、こう、なんだろうな。うん、何か、その、事業、事業でね。事業で、あの、企画をして、 で、その,事業あの、企画プレ,プレゼンがね、成功して、一つの新しい事業がね、立って、会社の売り上げが立ったと。よっしゃーっつってね、あの、ビール飲んだりとか、優勝したら、あ野球で優勝、まあ、今はないんですかね、あの、ビールかけ。なんか、優勝したらビール飲むとか。だかバランスじゃないですか、多分。毎回毎回優勝のビールかけしてるのかっていうと、してないですよね。 だからその、バランスだと思いますね。だから、ビールは飲むし、仕事もしないし、っていうことだったら、それは良くないですよね。ビールも酒も、ギャンブルもして、仕事もしない。何もしない。うん、これはちょっとダメだと思いますね。さすがに。うん。まあ、人間っていうのは、あの、なんだ、余計なものも必要だと思うんで、僕は、僕の余計なものは、 僕の余計なものですね。人には理解されないですし。うん。で、まあ、今回は、まあ、非常識に生きるってね、久保さんの動画が終わったら、なんか、あの、ホリエモンのね、動画出てきて、なんか、あれですね。本出したらしいですね。非常識に生きるってやつが。はい、非常識に生きると。あなたの常識の中で今生きていて、うーん、なんだろうな。 常識以上のうーん生活をしていますかと。例えば、うん、今の常識の中に隠居ってありますか久保さん隠居みたいなのやってますけど、あなたの今の常識の中に隠居はありますか多分、隠居って非常識じゃないですか隠居令和時代に隠居って、まあまあ、なかなかプレミアですよね。あんま聞かないですよね。隠居ね。その、セミリタイアとか、リタイアとかよく聞くじゃないですか。隠居ってね。 だ久保さん、んネーミングセンスがありますよね。うん。そう。だからまあ、非常識な生活をしたいんであるならば、今の常識を疑うってことが大事だと思います。今の常識を。うん。だからまあ、なんかあの、みんなこの、いろいろ考えるんだけど、結局その常識というフレームがあって、頭の中にね、自分の常識というフレームがあるので、 どれだけ新しいエッセンス、新しい概念を入れたとしても、結局自分の常識の中のフレームで回すので、ここからはみ出ないんですよ。結局自分の常識の中で処理するので、結局新しいことを学んでも、やっぱり自分の常識の中ではね、例えば、やっても無理だなっていう常識がある。 今ままでやっっっててもううくいいかかなかったっていう常識がある。じゃあ、新しいことに挑戦しようと思っても、その常識の、今の常識のフレームの中でぐるぐる回すので、結局、いろいろ考えても、やっぱりダメだっていう答えになるわけですよ。だから、結局、この常識、自分の常識のフレームの中で動いてる段階では、どれだけ新しいことを学んでも、結局、最終結は自分の常識に戻る。自分の常識に戻るって何かというと、ネットビジネスに挑戦したけれども、 サラリーマンに戻るってことですね。だ以前、この億万長者合宿でもちょっと言ったことがあるんですけど、なんかあの、お客さんで、なんだろうな、今の働いてるサラリーマンがね、あの、嫌で、で、最終的には、あの、ネットビジネスで稼げるようになって独立したいと、会社を辞めたいっていう人がいたんですけど、ま、あ結局、そのお客さんに最終的に言われたのが、いや、あの、ちょっと今の仕事に支障が出てきたんで、ちょっと辞めます、みたいな。 だから結局その、今の仕事が嫌だからネットビジネスに入って頑張ろうと思ったんだけれども、うーん、それが主張になっ、あの、ネットビジネスやることによって、リアルのね、今やってる仕事に支障が出た。だから辞めます。うん。だから、通常の常識に戻るってことですよね。通常の常識に <laughs>。だからまあ、なんだろうな、やっぱ、自分の常識を、 壊さないと、このフレームを壊さない限り、多分、無理なんじゃないですかね。うん。だから、なんか、ま、あの、な,なんだ、イメージとしては、あの、ぐる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 、いくらこう、こう、バーってやったとしても、ぐるぐる回るあの、ネズミいるじゃないですか。あんな感じですよね。新しいノウハウとか、新しい話を聞いたとしても、結局自分の常識でぐるぐるぐる,ぐる回ってるので、そこから何も動かないっていう。でも、 動いてるような感じはするんだけど、ネズミは全然動いてないみたいな。わかります多分見たことあると思うんですけど。なんか一生懸命頑張ってるようなんだけども、結局そのフレームの中でずっと動いてるだけなんで、そこから結局何も動いてないっていう。うん。だから、大事なのは、まあ、ネズミのそのぐるぐるの話で例えるならば、ここで頑張って走るんじゃなくて、いや、ポンって出ることなんですよ。もう出れば、ビューンっていけるんでえ。そうじゃないですか。ここでいくら頑張っても、こうポジショニングここですよね。 ぐぐるぐる回ってここでガーってやってる。でも、ちょっと出れば、もうビューじゃないですか。だから、これが、ここが常識の歯車で、今のね。でも、非常識のこっちのレールに入れば、行くわけですよ。うん。だから、まあ、あのー、そこがね、なかなか難しいですね。なかなか <laughs>。 いや人間そこが捨てられない。まあ、久保さんの動画で言うならば、そこが今の常識を捨てることができないっていうのがあるんじゃないですかね。今の常識に居座、えー、る、捨てられない、怖いっていうのがあると思うんで。でもそれはね、でもそこを気づかないとダメですよね。うーん、そこにいても、うん、ダメだよっていうところに気づかないと、自分がね、自分が気づかないとダメかなと思いますね。 はい。ってことで、非常識に生きる。いってらっしゃい。